それでは引き続きまして菅原文子さんからのスピーチになります。菅原さんは辺野古共同基金共同代表で自然農園を運営されており、パートナーの菅原文太さんも共に活動されていらっしゃいました。菅原文子さん、よろしくお願いいたします。今日危うく遅刻しそうになりました。無能武司先生で尊敬する大先輩の無能武司先生より早く到着していたいと思ったのですが、右翼の大軍にブロックされて全く動きが取れないでちょっと遅れてしまいました。つくづくその止まってる間彼らを見ていて思ったのは、彼らは集団でなければ何もできない。私たちは個人として、私も今日は個人として市民として農業者として有権者納税者主権者として一人で来てるわけですが、皆さんやっぱりどこかの組織に属していたとしても、ここにいらっしゃってる方はそれぞれの自分の考えで一人の個人として集まっていらっしゃるんだと思います。ちょっとお話飛びますが、自衛隊の改憲案ではその個人という言葉が人となっています。しかしその自民党が非常に遵守しているというか従順に従っている安保条約の中には最初の前文に民主主義の原則として個人という言葉が出てきます。自民党はこの、個人を人としてしまったことと、安保条約の中にある民主主義の原則の個人という言葉の整合性をどうつけるつもりなんでしょうか。それから今度選挙の日が一日一日迫ってきてますが、もしこの選挙で、現政権が勝ってしまうと、私は最高責任者でありますというところが、私が最高権力者であるというふうにエスカレートしかねません。気分はすでにそういう気持ちで今G7 の国々を贅沢な海外旅行をしているんだと思いますが、それは私たちが権力とそれから責任を持つのは私たち国民である市民であるということは今の日本国憲法に余すところなく書かれています。このことを私たちは改めて今日しっかり私は心に留めたいと思います。またどんな政権であれ、今のとりわけこの現政権には私たちは無制限無期限に政治権力の行使を容認している、委任しているわけではありません。私たちの考えることを願いと、またこの国の未来、どういう国にしていくかということを決めるのは私たちです。次の今熊本地震で山口先生が今日こちらにいらっしゃることになったわけですが、その熊本地震で熊本城の石垣が崩れました。石垣職人さんがその崩れた石垣は新しく作った石垣で、これは石に奥行きがなく、また同じ石で積み上げられているから弱かった、それで崩れたんだと。昔の石垣は大小さまざまな石で、積み上げられ、また石にも奥行きがある。これはこの奥行きのない、統一な石で積み上げられた石垣という弱い石垣は安倍政権のことではないでしょうか。私たち私も大いに賛同してますが、共産党が主導してというか、皆さんの合議の中で野党連合が成立して各地で成立しています。これはやっぱり奥行きのあるいろんな価値観を持った、集団的党経営でないと、この多様で複雑な世界とは向き合えないと思いますので、次の選挙ではぜひ奥行きのある幅のある石、多様な石、大小さまざまな石を積み上げる、そういう国会にしてほしいと思います。それからちょっとこれは最後に言いたいのですが、どういう国になることを願っているかということの一つで、今北朝鮮が北朝鮮のことがだいぶ挑発的だということで報道に出ていますが、挑発的なのは米韓両国がまさに鼻先で大演習をしていることもまた視点を変えれば挑発的だと思います。そして人であれ国であれ制裁を受け追い詰められ孤立したら暴発しかねません。これはかつて日本が真珠湾に攻撃した時も経済制裁を受け、また世界から孤立した挙句だったわけで、まさにその姿を今の北朝鮮に見るようです。中国対人の国、中国は大人の国ですね。中国は6カ国協議を開くようにと言っていますが、当然です。これは6カ国協議を開くべきです。そして最後に終了と言ってるので最後です。私には夢があります。それはいつの日か平壌でオリンピックが開かれることです。その時に北朝鮮が私たちのこの国と同じように豊かさと平和を共に享受する国になることを、この憲法、平和憲法記念日に願いたいと思います。